本日配信されたピクミンブルーム紹介映像のこの部分を見て開発者が AR に込めた思いを知った。このことを配信前に雑談にしないことには配信後になれない。AR とは拡張現実のことである。つまりピクミンであれば原生生物を現実社会に出現させる方法であるはずだ。しかしピクミンブルームでは原生生物は存在しない。存在するのは共に歩き花を咲かせるピクミンだけだ。開発者の意図は何なのか 配信前雑談その2で、私はピクミンプレイヤーのツイートを引用した。しかし、その動画にコメントを寄せてくれた方は、この方たちではなかった。 このような、あまり原生生物と戦っていなかった方々からの、花を咲かせたいというコメントが多かった。私を含めたピクミンプレイヤーなら、原生生物をいかに効率よく倒すかを楽しみたいところだが、それは陰の考え方だと気づいた。逆に花を咲かせたいという考え方が、この場合、ようである。しかし、実はどちらの方も陰、よう、両方の心を持っている。私がこれまで投稿してきた動画で言うなら、つ森の愚痴はけの森や、ラジオのギーの偏った思いといった、 陰側の動画に笑ってくれたり共感してくれたりする方も、幻滅する方も、ある場面では陰の側面を持ち、ある場面では陽の側面を表現する。つまり、矛盾した世界なのである。その証拠が花見である。桜の儚さに見せられるのに、ピクミンブルームでは毎日満開にさせたいのである。配信前雑談その2で、 警察と草花を枯らしてしまった話をしたが、酒場で荒れて物を壊して出て行った迷惑な客から、警察の友人が店員とお客さんを守ったとき感動したこともある。あの時このピクミンブルームでその場を見ていれば、その警察の周りには間違いなく花が咲いていただろう。しかし、実は出て行った迷惑な客の道にも花が咲いていたことになる。客と店員、先生と生徒、上司と部下、このリアル社会では誰しもが。 愚痴を持ったことがある。愚痴を避けては通れない社会なのである。しかし今後はそんな時、お互いに立ち止まってピクミンブルームで現実を拡張させよう。相手が来た道には花が咲いており、自分が来た道の花も相手に見えている。そしてその先も歩けば歩くほど花が咲く。拡張された現実には現生生物は存在しない。